9個あればとりあえず大丈夫だろ。よし。で、ここに看板で、そこにトリップワイヤーフック、村人はここにはまってもらうんで、そのまま閉じちゃいます。あれ、よいしょ。で、村人が流される場所がここ。ふむ。それで、ここでもうトリップワイヤーフック、ここだからやっぱダメですね。もう一つ開けないとダメだ。あ、結構幅必要だなこれ。うん。で、下に透過ブロックを置かないとダメなので、こんな風に置くと。ふむ。で、この上にトリップワイヤーフックですね。なるほど。ちょっと曲げなきゃいけないねこれ多分。よいしょ。てかもう村人がね、パンク寸前でもうやばいんですよね。大丈夫か村人。ほらもうやばいことになってる。停止機構をつければよかった。あ、でもピストンで明かりを消せば多分止まるよね。あ、ドア設置しちゃえばいいのか。多分それで多分大丈夫ですね。また続きをやっていこうと思います。これでトリップワイヤーフックつけるでしょ。あ、これ、あ、こんな伸ばさなくてよかったのか。あ、そう、あ、ちょっと測量ミス。よし、じゃあちょっとこれ壊す。ここでいいのか。で、トリップワイヤー、そこに階段。階段は透過ブロックなんでね、別に何の問題もないですけれども。じゃあこれで、OK だね。それで、ここが穴にすればいいのか。やっぱり1個ずれるな。はん、ここから上げるわけにいかないので、やっぱりもう最小単位でここですね。もう一番コンパクトにして、ここから上がってくる感じ。で、ここにも、看板設置でしょ。はいはいはい。で、上がってきた村人を、あれ、そこに水だから、こっちに看板だ。よいしょ。あら、壊せない。それで、もう一段上に上げまして、すっかり芝生になっちゃいましたね上が。それで最後に水を流せばこんな感じ。うん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 、これでいいはず。それで、その看板の下にですよ、よいしょ、この看板の下のブロック削って、これをディスペンサーにする。 OK。 で、村人はここを通過していく感じですね。それで、ここに村人が流されてくるんで、ここをとりあえず、こうやってやってですよ。で、こっち側も作っちゃいましょうか。こうするでしょ。で、3つ目にディスペンサー。さて、配線考えていきましょう。ここが、閉まる。で、そこがね、そのブロックが、ワイヤーが入ってるブロックなので、そこからレッドストーントーチ出して上のブロックにつなげて、そうね、ここブロックつながってるから、ここカットしますよね。
ここはちょうど水が流れてないので、ここにレッドストーントーチ、ふむふむむむむむ、一旦はね、そうね、ここでいいんじゃない。どうしよう、そこにあれが来るんだよね。廃棄処分はここでいいか。そうすると、ちょっと掘りすぎたかな今ね。あれなんですよ、用済みのね村人を処理する穴を掘ってたんですけど、ちょっと深く掘りすぎたね多分。落とし穴はできたと。やっぱりスティッキーピストンで壁をね動かして、水路の方向を変えることにします。なので本当だったら通常はねまっすぐ行けないようになってて、キープした時だけここが開くような感じにできると思いますね。ここにスティッキー入れるし、もうちょっと向こう側にやればよかったかな。ちょっと失敗したかもしれない。で、スティッキー2本、あ、2本じゃなくていいか、1本でも通れないもんね、どっちにしろ。で、こうしてこのスティッキーにパワーを向こう側からつなげれば OK と。さて、ちょっとごちゃごちゃしてますけれども結局ちょっとこの形にせざるを得なくなっちゃったので、この下に今私が指さしているところの下にピスティッキーピストン、粘着ピストンがあって、こっちにもピストンがあって今ありますよね。で、通常時はこの形です。で、上のボタンを押してキープしたい人のボタンをね、今ここに簡易的につきましたけど、これのボタンを押すと回路が入れ替わって水路が、こっちのね穴への水路が閉じて新しい水路が開きます。でそのまままっすぐ進んで、上の方に流れていくという感じなんですけども、村人が通過するとトリップワイヤーフックに触れて、自動的に水路がね、また穴の方に復活するという形にしました。よし、じゃあこれを簡易的に引っ張らして、じゃあここに今みたいに回線をつなげなければいけないんですけれども、それをどうしようかと、どうしようかというところでございます。さて、だいぶ作業を進めて一応この正面は完成した形なんですけれども、いろいろ問題点がまだありましてですね、一応攻撃はできるようになってエメラルドも順調に溜まってはいるんですよ。で、今ねキープしてるねこの人、この人から剣買って、剣とこれですね、ダイヤのレギンスとかを買って、こっちの人がね、エンチャントしてくれるんですよ。ダイヤの斧とかね、フルエンチャントする必要は別にないので、ね、エメラルド4個払えば効率強化1と耐久力1がついてもらえるのと、これすごいですね、家族性1とダメージ増加2がついてエメラルド3つでいいんで、この人から向こうの人から剣買ってこっちの人がエンチャントしてもらうっていう。でこっちはね効率強化2と幸運1がつくんで、これ作業用のピックアクセいいですよね。なので今キープしてこうやってくるくる回してるんですけど、あとエメラルドのねピックアクス吊らしてくれる人がいれば完璧なんですが、ってことでねやってるんですけれども、問題がねいくつかちょっと形を変えざるを得ないかもしれないですね。まず一つそこにね、わざと溜めてるんですけれども、これね2マス範囲にしても水をそこにねギャップを埋めてやると村人がねなんか向こう側に行きたがるんですよね。すごい Xbox 版だとスムーズに結構流れてきてたのにかかわらず、パソコン版だとすっごいかかるんですよここ流れてくるのに。で2マス範囲にしたらもう無理やり流れるかなと思ったらもうそこで水没しちゃうんですよね、ここの高さで。息水没死するまでそこに溜まってるんで、これは参ったなと。であと村人がいすぎて大量にねピストン駆動にね、ラッチ回路のピストン駆動のやつに変えたんですけど、
まあ今はね少し落ち着いてますけど、だいぶ交易をしてね人数を減らしたので、うん、2人3人とまとめて出てきてしまっていたので、それが問題点でした。で、あとはそうですね、あそこでたまにね詰まってしまうということで、なんていうのかな、トリップワイヤーフックの上でジャンプしまくってくれて、何回もね水を出したりしまったりしちゃう場合があって、次の村人が来なかったりね、そういう問題点がやっぱり出てきてしまってですね、今ここにいますよね、もうすでに。でこの村人がここにジャンプしてトリップワイヤーフックの上でピョン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 飛び跳ねるおかげで何回も反応してしまって、ね、このディスペンサーがね水が出たり出たり出たりなくなったり出たりなくなったりで、で運が悪いと次のボタンを押す時に水が出ないで水が消えるっていうことで、また新しい村人を呼ばないといけないっていう問題がね出てきちゃって、ちょっとマインカートシステムにしてみようかなというふうにちょっと考えてます。これもうやめて、うん、これもまあ悪くはないんですけれども、このね水路システムがなんかあんまり良くないみたいで、なんかパソコン版だとね。あとはちょっと今考えてるのは、これ村人の顔をもう一つこっち側に作って、そうですね、もうちょっと居場所を広くしてあげないと、すぐにとんでもない量の村人が溜まってしまってすごい量さっきいたんで、もう一回押すと8人ぐらい出てくるんですもん、びっくりしちゃった。まあ攻撃はねできてるんで今の形でもいいんですけど、ちょっとねやっぱり不具合が気になるので、マインカートシステムは、Xbox 版よりかは多分やりやすいと思うんですよ。うん。サボテン、ホッパーがあるんでね、回収はできますし、溶岩を使ってね、処理するっていうことをやれば、そうですね、村人をマインカートの上にね、トロッコの上に乗ってる村人を処理して、空のマインカートをサボテンに突っ込ませて、ね、ホッパーで回収してディスペンサーに送るっていう形でコンパクトには多分できると思うんですね。それで行ってみようかな。なのであそこはね、もう正面の入り口、正面のね村人は一人にして、もうどんどん回転させる。メインの攻撃はやっぱりこれなんですよ、紙なんですよ。紙か、私の主力商品はこの3つなんですね。で、まあこの肉もありましたけど、今貼ってないですけど、これがメインの主力の商品ですね、うん、すぐなくなっちゃうんですよね。今ね、ほら、もうだいぶ溜まってるでしょ。グローストーンとかも取りに行かなくていいっていうのがいいですね、うん、だいたいエメラルド1つ払うと3つ、4つと交換してくれるんで、食べ物にも困らない。あとはね、こういう風にもうバンバンくれるっていう感じですね。今ちょっとやってみましょうか。あ、もう剣はダメなんだっけ。新しいやつ開けないとダメってことね。オッケー。じゃあとりあえずこの村人たち出して、後ろぶっ壊して、水のシステムをやめて、向こうに駅作ってですね、そうですね、向こうに駅作るしかないですね。どうしようかな。ボタンでやっぱりドアにね、一本ラインにしてドアをつけて、その前にマインカートを通らせてね、トロッコを通らせると村人が拾い上げられるんであとはいかにその待機場所、一列の待機場所にうまく連れてくるかっていう感じですけど、さて、ちょっと取ってつけたようなものですけれども、ちょっと作ってみましたそこに繁殖施設があって、1個上に連れてきて、長いラインの横に、駅があってですね、ドアが設置してあって、パワーを送るとディスペンサーがマインカート吐き出して連れてくると。ここが交易場ですね。で、ボタンを押していらない廃棄処分の村人は下に落とされて、ずっとここクォーツの階段を上がっていくんですけれども、上にラーバブレードがね設置してあるんですね。これね、直線でやろうとしたらできないんですよ、うん、当たんないんですよね。2マス3マス目に置いても。でもこれ
こうやって階段状にすることによって溶岩に常に頭に当たり、ここのブロックですね、ここのブロックの時にバババババババって当たって、最後にカクタス地獄ですね、ここサブテンのサブテンのところに突撃してもらって、マインカートはホッパーにしまわれてまた戻るという、あの簡単に作ってみましたけど、一応作れないことはやっぱりなかったと。ちょっとどういう風に動くのかお見せしますね。村人が新しい村人連れてこられたらここには入ると。で、そっちの村人は燃えて、ここに立ってるんですけど、行く場所がないんでこのままね、燃え尽きる と、 ちょっと残酷ですけれども、見てるとちょっとユニークなのでちょっと笑ってしまう笑ってしまうんですけどね。さーって出していって、でマインカート回収して、村人はもうちょっと長くしないとダメってことですよね。でもね、結構タフなので、これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 マス上げてて、もうだいぶ生き残りますね。でこれで一応まあ快適に攻撃は可能ですね。早いですし、次の村人が来るまでもうすぐチャチャッとね、来ますね。まあ、クリエイティブの方でね、後でご説明するので、作業風景はちょっとしばしカットしましたけれども、ここが一応ですね、あの作り変えました。やっぱ時間がかかりますけどね、サバイバルだと。一応、ここをね、残すことにしました。あの村人今いっぱいいますけど、また結構すごいですね、あのスポーンマシーンっていうか、ウィキに書いてあることとはちょっとやっぱ違うみたいですね。まず、なんだろう、私ね、ここにブロックはめてて、もう日光が当たらないようになってるのにかかわらずですよ、今ドアがね、下に5枚、6枚あるでしょ。ウィキには、まあ光量がね、の差がないとダメですよと、直射日光が当たらないとダメなんですけど、今直射日光ゼロなんですね、今。だけどまだ繁殖してる。それと、村人がドアを認識する範囲っていうのは Y 軸で4マスしかね、4マスの差をつけなきゃいけないっていう風に書いてあるんですけど、4マス以上はね、多分認識しないという風になってるんですが、ウィキにはね、1,2,3,4,5,6 6マス ?1,2,3,4,5,6 7マス離れてるんですよね。なんでここでもまた繁殖しちゃうんですよ。でたまにここら辺でも繁殖してるんで、なんかちょっとバージョンによってやっぱ違うってことですね。うん、村の中心部分から大きく外れてるのにかかわらず、さらにね、ドアから離れてるのにかかわらずまだ認識、あのね、繁殖するってことなんで、ちょっと違うんですね。でさすがにここに来るとね、一切あの繁殖はしないので、赤ちゃんは今のところはいないですけれども、あのすごい勢いでネズミ山式にね、10匹15匹以上になってからはすごいスピードで増えてっちゃうんで、これ繁殖を止めるための何かシステムをつけないとラグくなっちゃうかもしれないですね。羊さんより増えそう結構どこかどこか増えていくんで、あのまあいいんですよ。あの稼働し始めれば、もう用済みの人はどんどん下に落ちていってもらうので、うん、まあ、それはそれでいいんですけれども、ここは前とあんまり変わらないようにしてます。あのまた変えるとね、時間がかかるので、チェストの位置をちょっと動かすかもしれませんが、下のボタンを押すと、ディスペンサーに回路がつながってるんで、ディスペンサーが、あれを吐き出すんですね。カート、マインカートを吐き出す、トロッコを吐き出して、今ドアにすし詰め状態になってるね、村人を1人拾い上げてここまで来ます。でここに落ちるんですが、ボタンを押し、もう一回押すとね、下の地面が開くので、よいしょ、ここですね、今開きましたね。で上でカチッと音がしたんで、もう一個新しいディスペンサーが、マインカートが出されてね、ディスペンサーから。で新しい村人連れてこられるとともに、ここにいた村人は下に落ちるということなんですけれども、よいしょ、下に落ちた村人は今からやることなんですが、ここからですね、キープするか、はたまた、もう殺処分するかのどちらかになりますので、
T 字路にしてね、上でコントロールするという感じにしたいと思います。ここから落ちてきた村人は、こちらの方にそのまま進行していきます。ここ2にした方がいいかな、多分。よいしょ。で、そこから上がっていってしまうので、そこに行くまでにですよ、どこかで T 字路にしてですね、よいしょ、ごめんなさい、すべて、また。T 字路にして、ここをね、キープしたい場合は左に行って、それ以外の場合は、殺処分場へ連れて行かれるということでね、まあ、あんまりね、殺しのバリエーションとか入れてもよかったですけど、例えばなんか拷問場みたいなの作って、村人で楽しんじゃうっていうのもいいかもしれないですけど、それもかわいそうなので、そのまま、ラーバにね、溶岩に突っ込んでもらうことにしますが、通常時はこっち向いていってですね、よいしょ、通常時はこっち向いてもらうんですね。で、村人がですよ、ないのか、よし、キープしたい村人がいる場合は上のボタンを押すと、ここが変わるんですね。ここが変わって、こちら側に行ってもらうんですけれども、これ大丈夫かな、ここちょっと変えた方がいいですね、多分ね、これ多分ダメージ食らいますね、この狭すぎて、こういうところに当たって、これちょっと広く後でしますんで、それはそれでいいんですが、よいしょ。でモンスターの対策も立てないと多分えらいことになります。で、この先にですね、トリップワイヤーフックを設けて、あ、変わっちゃうんだ、ここやめとこう、ここにしなければいいのか、こことここにしておいて、で、この下に回路を設けて、またラッチ回路を使おうかな。どうしよう。そのままこういう風に行って、まあ、普通に上に上がってもらうと。上に上がったら、もう3つか4つブースは作ってみたんですけれども、ここですね。ここまで来ると、トリップワイヤーフックに当たって、ここのね、回路を、ここの線路のね、向きをもう入れないようにするところですね。で、次空いてるところに収納されると。収納されたら、ここが変わってっていう、次の次の次へ次へって言って、で、このね、下の回線があるので、ここはちょっとオープンエリアにして、あとで何か考えます。オブジェか何かかって。で、サトウキビが主力商品になるので、もう一個サトウキビ畑を作って、こっち側からもタワーでふわふわふわって出てくるようにしたいと思います。うん、どんどんサトウキビ、多分もう、なんていうのかな、交易する時のメイン商品になるので、もう1000の単位で必要だと思うんで、ガンガン植えるという感じですね。ちゅうことでですね、あとやらなきゃいけないことはたくさん残ってるんですけど、建物の外観もゼロだし、もうシステムをまず構築しないと、どこからどこまでが建物になるのかもよくわかんないので、うん、っていうことを今やっています。さて、処分が待たれる村人はこちらの方に連れて行かれることにします。さっき言った通りね。で、ここから階段状に上に上がっていくんですけれども、ここにですね、今私がトーチを置いているところに、看板を設置してですね、で、こっち側を、まあ、なんでもいいんですけど、まあ、ガラスかなんか、見るんだったらガラスかなんかにして、溶岩を一番上からすると、階段状に溶岩が流れていくんですね。で、2マス範囲のところに、溶岩があるので、溶岩ブレードになるので、その場合は、村人が上がってくるときに、徐々にダメージを食らって、上まで上がってきて、ここまで高くする必要ないですね、多分。上から、向こうから見えちゃうとまたね、なんか景観が損なわれるかなと思ってるんだよ。溶岩、光光と光ってるんで。でも上に作っちゃった方がね、そのディスペンサーより上に作った方が、そのアイテムエレベーターとかを作らなくて済むので、まあ最低ここまでは上げたいですね。ここら辺までは。
で、そうするとあの上をホッパー通して、ただホッパーをあそこにズビシッと刺せばいいだけなので、ディスペンサーにね。そうすると楽ですね。なので処理する機構をここら辺から始めて、ちょっとここら辺の高さでやってみようか。うん、多分ね、こんなに必要ないとも多分あの暴れますけど、多分落ちてねあちあちあちって言って落ちて、多分そのままお亡くなりだと思いますんで、多分大丈夫だと思います。で、それはそれでいいとしてですよ。で、とりあえずちょっとレールがなくなっちゃったんで、これだけ置いておこうかな。ここに1マス飛ばして多分大丈夫と思うので、ありすぎなぐらいじゃないかな、1マス飛ばしても。これいうふうに置いてですね、で、下にレッドストーン装置を置くんですけど、あともう一つ、ちょっとそれは後でにしますね。で、次はキープしたい村人が通るときのみ、なんていうのかな、この線路の向きをね、変えたいわけですよ。あと通常時はもうみんな、まあ粗大ゴミと一緒ですね、粗大ゴミと一緒ですねあの、まあこんな風になったわけですよ。通常時はただ単にこっちに行って、炎のランナーになってもらうという感じで、ボタン、上のボタンを押した時だけここが切り替わってこっち向きになってっていう風にして、そうするとね、次からみんなこっちに来ちゃうので、それをやめるためにですね、ここに、まあセンサーをつけてですね、通過したら勝手に回路が戻るようにしないとダメですよね。なのでそれをトリップワイヤーフックでやってもらうと。で、雲とかが湧くと、あ、まあモンスターがね出てもゾンビ以外は別にいいんですけれども、そこまで、ね、ちょっとまあゾンビも湧いてしまうと困るので、ここも閉じておいて、よいしょ、 OK で、ここを通過した時のみ、信号がね出されるということです。はい、で、あとで蜘蛛の巣を張りましょう。はい、で、この下にですね、回路を設けて上からの信号をキャッチしないといけないので、ここもちょっと掘っておいて、2マス、3マスですね、ここら辺ちょっと掘って大きくしてみましょう。サバイバルだとね、やっぱちょっと見にくい、飛んだりできないので非常に大変ですよねこういう地下の作業、空中の作業になると。ラッチ回路入れるつもりなんで、多分もうちょっと大きくないとダメですね。よし、まあ縮図を作ってね、ご説明するつもり、まあ、スモールスケールのねちょっとものを作ってクリエイティブでご紹介する予定ですが、まあどんなことやってるのかがわからないと、はい、できましただとね、ちょっと辛いと思いますので、動画としてはどちらもテンポが良くていいかもしれないですけど、まあぼちぼちお見せしながらやっていこうかなと思っております。ということで、ここで一回いきます。